こちら札幌市中央区大通公園前時計台ビル発出場。ん？何？あ、それは最高だな。実に決勝だ。けしからん景色、けしからん食べ物、けしからん文化。北海道のありとあらゆるけしからんを巡査長箕輪直人が取り調べて逮捕しちゃうこの番組。こちら札幌市中央区大通公園前時計台ビル発出所、略してこちとけ。なお当番組ではけしからんを心に訴えかける素晴らしさを持っている意味として使わせていただきます。さあ今日もいろいろ調査してきたものを報告してもらうわけだが、今日はですね、全部で7つの報告、今回のけしからん犯人は2010年10月に誕生したようですが、ちょっといろいろ私もメモってこう、2010年10月の10月誕生、で当時日本ではあまり知られていない新参者だったそうです。今回のけしからん犯人、スペインで生まれてイタリアでは超人気らしいんです。でスペイン生まれ、はい、で今回のに限っては札幌市西区ハッサム育ちだということらしいんです。国西区かそうですじゃあ3つ目の報告、今回のけしからん犯人、大田辺くん、食べ物です。食べ物、おやっぱりじゃあスペイン料理だになるわけだね。ただそれが言うならご飯物なのかおつまみ物なのかデザートなのかってところがまだわからんな。そうですね、そのあたり。報告4つ目、発売当初は3人兄弟だったんですが、今は季節によって親戚が増えたりととにかくたくさんいるので、被害者は目移りした挙句たくさん買ってしまうと、そういったね被害が。3兄弟って聞くと団子だよな、出てくるのはなスペイン生まれの団子、スペイン生まれの団子、一番上はジョセフとかかな。このけしからん犯人には6つの特徴があることが分かっています。おお、6つの特徴、はい、1つずつ説明していきますね。オーケー。一つ目は、絞って5日しか持たない北海道産純正クリームを使用しているそうなんです。クリームを使っている。お、それはいい情報だな。で、二つ目ですね、最高級とされるマダガスカル産のバニラビーンズを贅沢に使用しています。バニラビーンズ、はいはい、生クリームバニラビーンズ、これはね、かなりの品バニラビーンズ、巡査長、ご存知ですか、バニラビーンズ。バニラビーンズしてるぞ。バニラビーンズ、そもそもバニラっていうのは卵化の植物なんですよ。ああ、花の卵な。はいはい、受粉後にできる鞘の発酵と乾燥を繰り返すことによって、独特の甘い香りが生み出されるんです。で、今回の使われているマダガスカル産、マダガスカル島の温かさによって育まれ、優しいバーボンウイスキーのような香りが特徴で、強い樹皮やチョコレートのような余韻を残してくれるそうなんです。さっき分かりましたか。分かんねえ。わかんないか。途中からわかんなくなった今。すいません、ちょっと熱が入ってしまって。すごいな。なんかこう実況聞いたような感じだった。あ、本当ですか。すいません、ちょっとバニラビーンズ大好きなもので。バニラビーンズ。江上くんはバニラビーンズが好きなの。バニラビーンズ大好き。必死に調べてきました。必死に調べてきた。まだあるのか。はい。三つ目は、カカオ 55% から 72% の最高品質のクーベルチュールチョコレートを使用しているんです。チョコレート、はい、もう完全にデザート系だなこれはな。巡査長、はい、クーベルチュールチョコレートはご存知ですか。知らん。知らないんですか。なんだそれは。これ普通のオートクチュールは知ってるぞ。ああ、全然違います。オートクチュールとは違うのか。なんて言った。クーベルチュールチョコレート。惜しいけどな。はい、はい、ちょっと似てますけどね。ちょっと似てるけどな。これ普通のチョコレートではないんです。
定められた成分の割合をクリアしていないとクーベルチュールとは呼べないんですよ、巡査長。ほう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 。で、その詳しい成分、詳しい総カカオ固形分 35% 以上、カカオバター 31% 以上、無脂カカオ固形分 2.5% 以上など、この3つを満たしていなければクーベルチュールと称することができない。つまりまさにチョコレート界の選ばれしものなんです。なるほどなるほど。一つ勉強になったことがあると思うんだ。はい、そういったな、いいぞ、すごく実況のように、言葉を並べてね、流暢に。うん、だけどな、文字数は少ない方がいいっていうこと。頭に入ってこなかったですか。そうなんだな。特徴の4つ、はい、特徴の4つ目は、世界一と評価されているインド産のカシューナッツを使用しています。カシューナッツね、ナッツが入っている。チョコも生クリーム、バニラビーンズ、ナッツ、バニラビーンズ、チョコレート、インド産のカシューナッツはご存知ですか。なんかこう3回目だなそれ。インド産のカシューナッツはわからんぞ。わからないですか。わからん。僕もわからないです。わかれんかい。僕もちょっと調べてないんで分からないのか。はい、5つ目は、素材の旨味や食感にこだわって丁寧に蒸気を入れながらじっくり焼いているんです。蒸気、蒸し焼きということになるのか、焼き菓子、焼き菓子なのかな。焼いているんですが、まあ、6つ目そのままいきます。この焼かれた犯人、一気にマイナス35度まで冷やされている。マイナス35度、相当低いな。普通の家庭用の冷凍庫でもそこまで低くはならないですよ。いや、それも一つしかないだろう。アイスクリームだな。違います。バニラビーンズも入って、生クリーム、カカオだ、チョコアイスとかそっち系の。チョコアイスではないです。ではない。出ますかね。スペイン生まれでイタリアで払ってる。じゃあジェラートみたいな言い方か。そしたら違います、ね、でもジェラートだったらジェラートよ。ジェラートだったらなんかそんなにマイナス35までしなくてもいいかなっていう感じもあるけどもな。食べ方に関して有力な情報がありました。絶対半解凍で食べてほしいということだそうです。半解凍で食べる。半解凍、雪見大福だな。違いますね。ちょっと溶かして食べる。そうなんですよ。デザート系でちょっと溶かして食べる。おその状態で出てきたらカチカチなんだよな。はい、でもそれをちょっと溶かして食べる。はい、これもう答え分かったぞ。おカットライマー、正解です。分かった、すごい、分かった、分かった、そうだよ、カタラーナ。今日ご紹介したのはミレイカの札幌カタラーナでした。焦がしカラメルをまとったプレーン味をはじめ、マンゴー、イチゴなど相性抜群のフルーツを乗せたカタラーナはミレイカのオリジナル商品。常温で20分から30分ほど、または冷蔵で1時間から2時間ほど半解凍していただくと、アイスクリームのような滑らかな口どけをお楽しみいただけます。ミレイカの札幌カタラーナは道内の店舗並びにオンラインでも販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。あ、いい感じで半どけになっているよこれ。あー美味しそうだな。じゃあみんないただこうか。いただきます。よかった、デザートがあって。フレッシュでありながらやっぱこう濃厚さが後からしっかり追いかけてきてね、濃厚ですよね。美味しい。このなんだろうな、卵なのかバニラビーンズか、いい香りだな。上のカラメルのね、この香ばしさもまたいいですよね。このミレイカの北海道内でもいち早くカタラーナを販売したという、このカタラーナもね、実に心地よく美味しくいただいた。最高だ。ジェズリーカースカラー、カースカラー。